はい、今回サラリーマン YouTuber J さんが、まあ、私と花龍馬さんの動画のやり取りを見て、まあ、本からのインプットアウトプットについて、まあ、気づきがあったよということで動画をいただきました。どんな気づきだったのかは動画概要欄に貼っときますので、興味がある方は見ていただきたいと思いますけども、やっぱりね、会社員でいることの強みって、会社って必ず社員教育するんですよね。で、社員を研修に出したりするわけなんですよ。資格試験を設定している場合もあるかもしれません。とにかく会社ってのはお金をもらいながらいろんなことをね、教えてくれるんですよ。これ通常私の感覚からすると、教わるのにお金がかかるはずなのに、なんで毎日職場を与えてもらって、上司や部下を用意してくれて、時にはね、制服を貸してくれたりとかね、でお金の稼ぎ方を、しかもお金を取らずに教えてくれるわけですよ。むちゃくちゃいい場所だと思いますよ、サラリーマンっていうのは。サラリーマンを離れると、自分で学びたいことは自分でお金と時間を使っていくしかないですからね。まあ、ですので、能力を高めたいならサラリーマンをやってるべきだなと私は解釈するんですよ。で、サラリーマンを辞めると、まあ、基本的には世の中に置いてかれます。自分でいろいろ動かないとどんどん置いてかれます。まあ、ひどい目に遭います。で、多くの方がね、サラリーマンっていうのは不自由だと感じますけども、でもやっぱりね、サラリーマンっていうのは足場が安定してますよね。リスクを会社が取ってくれてるわけですから。独立するとリスクは自分で全部取ることになりますんで、それは不安定になります。まあ、ですので、不安定を乗りこなす力をつけていかなくてはならないんですけども、今回言いたいのはね、書籍を読んでどうこうっていうのも当然それも素晴らしいんですけども、会社に教わったことを自分はこういうふうに解釈してるよってものがたくさんあると思うんですよ。で、そういったことを紹介するのもいいんじゃないかなと思いまして、教材あふれる環境、それが会社でございますんで、アルバイトやサラリーマンさん、すごくいい環境に包まれているってことを、まあね、片っぽでは感じた方がいいかなと思います。もちろんそうじゃない部分もありますので、全部が全部きらびやかだよって言ってるわけではないんですよね。どんなところに行こうが、どんな仕事をしてようが、その仕事を選んで頼んで入れてもらったのは誰なんですかってことを考えるところも非常に重要ですよね。本当に感謝すべき環境にいるんじゃないかなと思います。実はね、最近ね、校則についていろいろと揉めるところを記事で見ることがあるんですよ。学校の校則です。まあ、これについてはちょっとね、ライブ放送しましょうかね。じゃあ本日は以上です。